運転中の音について説明します。お買い上げいただいた日立ドラム式洗濯乾燥機ビッグドラムは、従来の縦型洗濯乾燥機と違う機構や制御を採用しています。そのため運転中の音が従来の縦型洗濯乾燥機と大きく異なります。洗いの時に洗濯物を持ち上げて落とす叩き洗いをしている音です。自動お掃除はすすぎ運転の最後に作動します。ドラムの裏側をお掃除している音と、排水ホースを汚れにくくするために排水しながらホースに風を流す音です。脱水時にドラムの回転数が上昇し、本体と共振して発生する音です。脱水時にドラムが高速で回転している音です。乾燥運転時に温風を送り出すファンの音です。乾燥運転時に洗濯物から出る湿気を含んだ空気を排水ホースを通して排出している音です。乾燥運転終了後に排水トラップに水を貯めるため水を流している音です。お湯取りの時に風呂水を給水する風呂水ポンプの音です。また洗濯物を取り出す時などにドラムを動かすと水が残っているような音がすることがあります。この音は脱水時のバランスを取るためにバランスリング内に入れてある水の音です。その他の運転音については取扱説明書をご覧ください。